こんにちは。デモクラシータイムス早稲田クロニクル探査報道最前線5回目を迎えました。今までのシリーズどうだったでしょうか。こちら編集長の渡辺さんです。どうも、よろしくお願いします。今日も頑張ってまいりたいと思います。今日は実はちょっと球団型ではない深い話をしたいと思います。公営団地の孤独死、皆さんもよく新聞でこう随分亡くなってからだいぶ経ってから見つかったお年寄りの方がいらっしゃるようなニュースは夏場に特に目につくと思います。そういう問題も含めて取り上げたいと思うんですが、これがなんとイギリスのガーディアンという権威のあるこれは雑誌新聞社ですね、新聞社ですか、ね、のと共同企画で、作っているものなんですけれども、ガーディアンさんはなんでこういうことに興味があったんですか。そうですね、ガーディアンはですね、東京を特集したいということで、ただその東京を特集するにあたって単に、観光パンフレットのようなですね、東京の情報を伝えるだけ、観光的なものではなくって、もっとこう東京に、埋もれている問題を掘り起こす、つまり、探査報道を東京やりたいと。そこで我々早稲クロに声がかかりまして、で、いろんなテーマある中ですね、この孤独死で取材をやりましょうということですね。他にどんなテーマ、例えば、東京五輪が近いので、電通で何かできないかとかですね、何か不正があるんではないかとか、といった、五輪絡みの話とかですね。で、やっぱり、この高齢化に興味がある。そうですね。で、やっぱり世界の中で、高齢化がこれだけ早く進んでいるっていうのはやっぱ日本なんですよね。なので、他の、イギリスをはじめ他の国の、ジャーナリストたちの話をしている時もですね、やはり、未来の自分たちの国の姿が日本にあるんだと、で日本で今直面している問題について知りたいという要望はよくあります。なるほど。それでガーディアンの方の特集というのは、こういう名前のものが出ました。そうですね、結構ショッキング。これ記事の内容は、全くワセクロが、日本語で出しているものと一緒 で、で向こうで翻訳をしてですね、ガーディアンで報じたんですけども、見出しはですね、我々が、つけたのではなくガーディアンがつけて、これはどういうことかって言ったら、How Tokyo Suburban Housing BecameBust ghettos for the old, for the old. これの、いかに東京郊外の、団地がですね、広大な、ゲットーになったか、高齢者にとって広大なゲットーになったかと。それゲットーという言葉を使ってるわけですね。なるほど。で、この取材の舞台になったのが、こちらの団地です。どこ？これ、多摩ニュータウンの中のですね、愛宕団地という都営団地ですね。規模としては、ニュータウンとしては普通ってこと？多摩ニュータウンは大きいですよね。で、当時戦後ですね、新しく、こうニュータウンを作ろうということで、広大な敷地の中にですね、いろんなショッピングセンターであるとか、都営団地も含めて、人工的な街づくりが行われたわけですね。なるほどね。東京にお住まいの方は、なんとなく想像がつくと思いますが、私鉄の割と新宿から行くと先っぽの方の多摩丘陵の中の緑の、なんて言いますか、山を切り開いて、すごく綺麗な建物が建ったっていう、そういう時期がありました。割と人気だった。あ、そうですか。多分ちょっと年代が違うので、あーひどい。で、どんな感じかっていうと、見ていただくと分かるように、結構、何て言うかしらね、斜面に立ってるので、高低差が。そうですね、坂が多いですよね。それと、駅からバスに乗るっていうところが多いっていう、これが今になってみるとすごくネックになってるかなと思いますね。で、ガーディアンのお表紙になっていた、こういうご高齢の方が、えっちらおっちら坂道を乗ると。そうですね。取材に行かれたの？もうこれはそこの愛宕団地、多摩ニュータウンの愛宕団地にですね、ずっと入ってですね、で
一軒一軒、住民の方にお話を聞いて、自治会の活動されてる方にお話を聞いてですね、でこういった形でこの団地の中を歩いてる人、うん、であの買い物に行ってる途中の人、ご老人たちに、あこんにちはということで、うん、まあ、ちょっとお話を聞きたいんですけどもということで、うん、ルポをしましたね。まあ、うん、ご高齢の方ばっかり、そうですね、もうかなりもう高齢化が進んでましたね。例えば小学校ももう廃校になってしまって、これ空き地になってますね、空き地になってますし、団地の中で生活できるということで、うん、外行かなくてもいいように商店街も作ったんですけど、うん、そこももうだいぶ前からシャッター街になっていて、そうですね、お買い物はっていうと、うん、駅まで行くのが大変な人は移動スーパーみたいなので買います。そうですね、はい、これもまあ住民の方々が要望して実現した移動スーパーですね。で昼間は、そうですね、まあ、あの団地の中にこう集会所のようなコミュニティセンターがあって、でそこでいろんな催しがあったりとか、うん、まあ、あとこういう介護のデイサービスに出かける時の送迎があったりとかですね、うん、というそれが団地の中にあるということですね。でどのぐらい高齢化が進んでいるかといいますと、うん、まあ、都営団地全般で見てこのぐらいということなんですが、65歳以上が 67%、で東京都全体は、まあ、若い人がどんどん流入するということもあると思いますが、高齢化率は 23% ですか、うん、圧倒的に高齢者、そうですね、これ3倍ですからね、東京の中、うん、だいかにまあお年寄りが集中して、うん、まあ、先ほどゲットーという言葉を、うん、あのガーディアン使ってましたけども、まあ、ゲットーっていうのはこう社会的なマイノリティをですね、うん、同じところに、集めて、そこの居住地域を作るというのはまあゲットーですね、うん、昔のそのユダヤ人の強制的にこうそこに住ましたということからゲットーという言葉が生まれてるんですけども、うん、まさにそういう状態になってるわけですね、うん、まあ、望んでそうしたわけじゃないんですけども、うん、まあ、後で説明していただきますが、はい、時代の流れとともにこういう形になってしまったっていうことなんですが、うんうん、やっぱショックだったのは孤独のうちに亡くなる方がとっても多い、うんうんうん、毎日一人ぐらい、そうですね、都営団地で、だから我々が調べた直近のやつだと、うん、2018年度末で501人、うん、2585人、つまりまあ毎日1人か2人は都営団地の中だけで孤独死があるということですね、うん、孤独死ってことは一人暮らしの人が多い、そうです、だから一人の暮らしの人が、うん、誰にも気づかれないうちに亡くなっていると、うん、だからよくあるケースはですね、取材してるとなんかこう異臭がしてくると、うんうん、ということでおかしいなと思ってたら、その部屋の中でお年寄りが亡くなっていて、もう遺体が腐っていると、それで初めてそのお年寄りが亡くなったことに気づく、もしくは例えば、要するに孤独死なのであんまり付き合いがないんですよね、周りとね、ご家族をはじめ近所の方とも付き合いなく、それでお弁当の宅配を頼んでいて、それでお弁当の宅配をの業者の人がですね、亡くなっているのに気づくとかですね、うん、どうもお弁当をちゃんとこう受け取ってくれないのがおかしいなということで、うん、通報したら、うん、部屋を開けて警察が入っていったら亡くなっていたと、うん、いった形で、本当に誰にも知られず亡くなっていく、うん、でさらに、まあ、そういうケースは多いのは、亡くなった後に、遺骨もですね、うん、取りに来る人がいない、ご家族もどこにいるかわからない、うん、本当にじゃあ、うん、人間関係が切れてしまっている人が多いということ、そういうことですね、はい、でもね、団地って作った時は、うん、まあ夢の団地じゃないですけれども、うん、ね、ちょっと綺麗な建物の中に 2DK くらいで、うん、普通で言うと、昔で言うと標準世帯ですよ ね、うん、そうですね、両親と子供2人で暮らしていて、はい、子供は近所の小学校に行き、でそこで成人していく、うん、割とこう何て言ったらいいんでしょうか、うん、家族像っていうのがあったように思うんだけど、うん、そう、その形だったらお年寄りになってもね、うん、そう、孤独にはならないように思うんだけど、どうしてなのかな、うん、まあ
さまざまなケースあるんですけども、うん、一つの要因としては、子供が育ってですね、育つと当然働きに出る方が多いと、でお給料が入る、うん、そうするとその家族全体の所得がですね、うん、都営団地に入れる条件っていうのをですね超えちゃうんですね。超えるっていうのは要するに所得400何十万円まで家族全員の所得が440万円以下であれば、住んでいてもいいんだけども、それを超えたらもう出て行ってくださいという制度になっているので、その代わり、まあ、あの家賃は安く住めますよという制度なので、だから子供が大きくなるとやっぱ自動的に働くだけでその所得を超えちゃうから出ていく、で親だけが残されると。まあね、ちょっと先ほどお話ししてたんですけど、はい、やっぱりその団地サイズっていうか、うん、お部屋の状況もありますよね、子供が一定年になって、結婚すると親の世帯と、昔みたいにこう、親の世帯と2世帯で住むっていう広さじゃもちろんないわけだし、そうすると一緒には住めない、そうすると収入のある子供世帯が団地から外に出てしまう。まあそれも当然そうだし、で例えば都営団地の中のより広い部屋に引っ越すとかあるかもしれないですけども、ただ現実問題として、まあそれぞれご家族いらっしゃる方は、思い当たるとかあるかもしれないですけど、じゃあその結婚して独立するとかですね、まあ仕事を始めるとかなった時に、やっぱりそこは別に自分で家を借りるなり持って、で独立するというパターン多いと思うんですよね。そもそもがこの都営団地に最初戦後、まあ希望の住宅として入ってきたその親の世代がですね、まさにその田舎から出てきて、それで昔は親子3代で住んでたところを、各家族になっていったわけですよ。だからそれがまた次世代になった時にどうなるか、当然独立するわけだから、うん、そうそう、何、核家族の究極の核家族というのが一人、そう、まあまあ一、まあ、人というか、で どちらか亡くなってたりとかね、まあ、離婚したりとかあると思うので、そうですね、でこれ綺麗な図なのでちょっとお見せしたいとは思いますが、どんどん都営住宅を作りました。でどんどんこう西の方に進出してきました。で当初はこれはもう私の生まれる前の話なんですが、あの公営住宅法というのができて、もうこれは団地、まあ何て言うかしら、 2DK っていう言葉とか、ああいうこうキッチンが独立した住宅住まいのあり方っていう、もう文化自体を政府が作って国民に提供した時代がありました。で、公営住宅法というので、まあ、良質な公営住宅を作ってっていう時代は、最初はすごいですね、 80% の世帯に入居資格があるぐらい幅広い対象者がいて、そうするともうなんか一生住み続けることも前提、いや、まあ要は住宅不足だったんですよね、当時は。で人口がですね、地方から、まあ、集団就職をはじめ、高度経済成長をこう牽引したですね、そういう人たちがわっと東京に流入してきたわけですよね、まあ、大阪である大都市に。その時に、まあ、家が当然足らないとっていう時に、国民住宅として、この都営住宅とはじめ公営住宅を提供しましょうという、そういう流れですね。なるほど。でそうだったのが96年の改定の際には、結局、所得が低い方 25% ぐらい、4分の1ぐらいの世帯しかそもそも対象にならない形になってしまって、まあ国民みんなの標準住宅というよりも、本当に困った人が、住まいを求めるっていう、そういう住宅に変わってきてしまったと。そういうことですね。で残りは要するにマンションを買うとか戸建てを買うとか、だから実はみんなで乗せられていたのかもしれませんが、住宅ローンを20年30年かけて払って、まあ、団地から脱出しようっていう、そういう意気込みの世界になってきた。まあそうですね、だから、やはりその経済的にですね、まあ、貯金ができて、でお給料も上がってというような、仕事
につけた人、それがこうずっと続いた人は割と、団地を出てですね、マンションなり一軒を買ってですね出ていったと。でまあ賃貸にしてもこうもうちょっと家賃の高いところに出ていくと。これやっぱ残ってる人っていうのはなかなかその経済的に、うまくいかずにですね、それで所得が低いまま、この家賃の安い都営住宅に、住み続けると。でさらに、出ていった人の分当然空き家が出てくるわけですから、うん、そうですね、空き部屋が出てくるわけだけども、そこに入ってくる人たちというのはそこにも当然この改定で所得制限がかかってますから、所得が低い人しか入ってこれない、まあ、障害のある方もそうなんですけども、そうすると団地がこうどん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 、貧困層の、住民になっていくわけで、まあ、当たり前ですけどね、これ制限かけてんだから、という中身が変わってきたとですね。なるほど、そういう過程で、まあ、住民同士のつながりっていうのも、なかなか維持できなくなってくるところはある。そうですよね。だから、ここは結構取材をしててやっぱリアルで、割と、人による個人差が大きいんですけど、やっぱね、女性とかね、割と、社交的なんですよ。ほうほうほう。それで、こう、ご近所同士の、お付き合いがあったりとか、ちょっとこう、集会所でイベントがあるかやりませんか。で、まあ、おっちゃんたちもですね、まあ、そういう陽気なおっちゃんたちはいいんだけども、大変なのは、やっぱりこう、人付き合いがあまり好きではない、人、特に男性が結構多いなという印象なんですけども、そういう人たちはどうしてもこう、家に、部屋の中に引きこもりがちになってしまう。で、ご近所付き合いもないと。で、どん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 、一人で引きこもって外に出なくなっちゃって、で、先ほど言ったような、その孤独死につながっていくと。うん、なるほどね。あれですね、震災の後の復興住宅とか、被災者用の住宅も同じような問題を抱えてますよね。はい、そうですね。はい、ご高齢の人が入っていて、それで女性は割とお茶飲み会とかね、なんかあるイベントがあると出てきたり、そうでなくても食事を一緒にしたりできるんだけど、男性の方が一旦引きこもると引っ張り出すのは本当に大変で、もうお弁当を一緒に食べましょうと言ってもそれなら届けてくれみたいな感じで、なかなかそこが社会とのつながりを求めてらっしゃらないような方も多い。そうなんですよね。それは大変ですよね。大変ですね。で、まあ、他にもですね、この思い起こせば、ちょっと記憶にあるんですけれども、一時期、その都営住宅に収入がすごくある人が住んでておかしいじゃないか、車も持ってるしとかっていうので、告げ口合戦のようになった時期がありました。そうでしたね。ワイドショーなんかでも結構やってましたが、その時のその国土交通省の担当者の発言と、まあ、非常に、まあ、なんていうか、貧しいものに対する感覚もよくわかるんですけれども、きちんと追い出すと。で、収入超過者ないしは高額所得者につきましては割増賃料を取ったり追い出し措置を起こすような仕組みで対応しているところでございます。で、団地は、特に貧乏な人と中ぐらいの貧乏な人という一種二種という区分がございましたが、それも廃止しました。貧しい人が集まる。まあだからこれは要するに税金をね、の使う方としては、やはりそういうなるべく貧困の層にのための住宅であって、所得が高い人がですねその税金ね、使うようなならないようにという発言なんでしょうが、だからこれはひどいですよね。そう、特に貧乏な人と中ぐらいお前なんだこの野郎とか、本当ね、何を偉そうに言ってるんだ。だからこういうのはやっぱにじみ出てるとこありますよね。そうね、でその結果、まあ、ここの団地が特にそうだというわけではなくて、この公営団地が、まあ、弱い人、経済的に弱い人、気持ちの上でも弱い人、家族とか社会とのつながりの面でも弱い人っていうのが集められた格好になってしまって、伺ってると、例えばその
じゃあ自治会のリーダーになりましょうみたいな人が現れるような集団でもなくなってきちゃった。だからどうですかね、まあ、僕が取材した愛宕団地 の、うん、その自治会の、人たちはかなりエネルギッシュで、うん、すごく素晴らしいあの活動されてましたけども、うん、ただ全体的に言えばですね、やはりまず、高齢化していると、うん、でここで、まあ、あの普通に若い人たちも混じっている自治会に比べればですね、うん、やっぱエネルギーは落ちますよね、うん、であと貧しいと、うん、で、貧しいということはどうなるかというと、なかなかこう日々の暮らしに精一杯で、うん、じゃあ地域の活動に参加しろと言われてもですね、なかなか難しいだろうと、うん、でそこはその自治会 の、 あの活動されている方もおっしゃってましたけども、例えば母子家庭でね、うん、それで所得が低い方も入っておられて、うん、そうすると子育てもしなくちゃいけない、では働くのも大変だと、うん、そんな人たちにね、じゃ あ、 まああの自治会の活動に協力してくださいって言ったって、それはなかなか難しいよと、ね、うん、だからある程度余裕がないと、その地元の、地域のコミュニティのために何かしようってことはならないんだと。でその余裕が最もないのがこういう東京の都営団地という、うん、所得が低く、高齢化が進んでいるところだと思いますね、うん、これはでもどうしたらよかったのか、だからこれはね難しいですよ。だってやっぱ所得の低い人にとったらね、うん、安い家賃で暮らせるところはやっぱありがたいし、うん、じゃあ、おかんとか住みますかって言っても、ここに住みたいって言われると思うんですよね。ただ、問題を挙げるとすれば、やはり、そういう制限を設けて、所得制限を設けて、で、その団地に住んでる人が、所得は低く、うん、で高齢、うん、化してる人たちばかりになってしまったと、うん、そういうふうにこうなってくると、つまり住民の中の多様性がないわけですよ ね、 そうですね。普通の地域だと、うん、まあ、所得の低い人、お金持ちな人、うん、若い人、年を取った人、うん、いろんな、まあ、障害を持っている方も含めてですね、うん、そういう人たちがこう多様性があって住むことによってお互い助け合うことができるんだろうけども、うん、そういう、こう、立場的に、ちょっともう今は協力できないよという、人たちばかりになってしまうと、もう、当然、相手のことを何かしてあげようとかですね、うん、気を使おうとか、そんな余裕ないじゃないですか。そうね。うん、だから、例えば、この、家賃をね、うん、お金を持ってる、所得が高い人は、家賃を高く取るとかですね、うん、同じ団地の中でも。うん、でちょっと部屋を良くするとか、その分広くするとかもあると思うんですけども、なんかそういった形で家賃にこうグラデーションをつけて、でそれをやることによって多様な人たちが一つの団地の中に暮らすという状況を政策で作っていけばちょっと変わったかなとは思います。そうですね、はい、しかしそれはもうなんかもうすでにここまで来ると手遅れなような印象もありますね。例えば都営団地って、うん、なんていうか、こう緑豊かな郊外ばっかりじゃなくて、うん、割といいところにもないわけじゃないんですね。で、多分私思うにそこはこうマンション業者の人とかが実は狙って、うん、払い下げを狙ってきちゃうんじゃないかと思いますけれども、そういうところにはあるんです。だからそういうところの団地だったらこれからでもそういう多様性を維持した、うんうんうん、団地に作り直すことは可能かなと思うんですよ、うんうん、そうですね、うん、まあ、それも一つの手だし、うん、あとは例えば民間の物件に家賃補助をつけるとか、うんうん、所得の低い方はね、なんか今あるじゃないですか、有料団地みたいな認定もらうと、うん、多少区の方からお家賃について、うん、家主さんに対して手当が出るようなのもあるみたいですけどね。どうしたらいいのかな。日本人って住宅が権利であるってあまり思ってないのかしら。まあだから総合的にもいろんな問題あると思うんです、うん、難しくって、例えばね、じゃあ民間の物件の大家さんたちが、うん、じゃあ所得の低い人とかですね、うん、こう受け入れてくれるかと、うん、なかなか難しいですよね。で障害があるとダメだとかね、外国人だってダメだとかで、僕はね一番ね、あ、こういうことかと思ったんですけど、うん、朝日新聞辞めて家探すじゃないですか、うん、保証人がないわけですよ、全然貸してくれないですよ家。なるほど。
で結局 UR にしましたけど、うん、保証にいらないから、はい、こういうふうに自分は会社に守られて、うん、来たのかと、うん、それでだけど逆に言えばそういう、 こう会社に守られてとかない人にとっては、うん、本当にね生きづらい国だなという、うん、でそれは別に行政のせいじゃない、ないですよね、うん、そこはね、うん、だからそういう、 こう民間の、大家さんたち、うん、で行政の政策、うん、でとかもいろんな要素が絡み合ってます ね、 だから民間もあの高く貸すっていうかな、うん、そういう用心で貸したいっていう方たちと、うん、あとはもう本当に建物にも手も入れないし、うん、最低限のところだけれども絶対取りっぱぐれない生活保護の人たちに、うん、もうそのアパートに行くと皆さん保護を受けていらっしゃるみたいな、アパートで経営してらっしゃる人もいるし、だけどねやっぱりね住むところがあるって大きいですよね。うん、そうですね。思いました。うん、いや本当ね、いや大変だなと、いやだからねやっぱそういうところが身をもって分かっていないと、うん、多分さっきのようなあの国交省のね、うん、お役人の答弁みたいに特に貧乏な人とかね、うん、ああいうの守られてる人ああいうことをね平気で言うわけですよ。言葉遣いに出ちゃってますよね。そうね、うん、そうね。だからまああの公営団地の孤独死っていうかあの、うん、ガーディアンさんがゲットだと言ったその、うん、なんて言ったらいいのかな、昔はあの今はもう街の中へっていう運動が盛んでそういう風になってますけれども、うん、障害のある人たちについても一時期はコロニー、大規模コロニーを山の中に作ってそこへ保護するっていう政策をずっとやってきたんですね。でもそれはみんなの目の前から障害のある人たちをなくしてしまうっていうことになって、その存在自体が見えなくなっちゃうってことになるんですよね。だからこの問題もここに苦労して生きてる高齢の人たちって本当に戦後の日本を、安倍さんが好きです、戦後の日本を支えてきた、うん、まあ、方たちだと思うんですよね、うん、でその方たちの今、お年寄りになった今っていうのが見えなくなっちゃってるっていう形がすごく悲しい、うん、そうですね、うん、でやっぱねこれはひどいなと思ったのは例えば取材をしてるとね、うん、まあ、同じ、ニュータウンの中でも、うん、あの当然お金持ちが住んでるエリアもあって、うん、でそういうところはですね例えば子供にね、うん、あそこの都営団地の子と遊ぶなとかね、うん、そういうことをね言う、そうね、なんかそういう意識がまあ持ってる人もまあ残念ながら中にはいて、うん、だからこう分断されてる感がすごくあって、多様性の中でお互い支え合うというよりは、俺たちはこの階層だ、お前たちはこの階層だ、だからこっちに入ってくるんだみたいなね、そういうのがどんどんそのこういった途絶え団地での孤独死を、またさらに深刻化させてるというふうに思いますね。なるほどね。まあでも今の話はあれですよね、よく言われるタワーマンションにおける階層格差っていうかヒエラルキーみたいな話と似たようなところはあって、政策では変わらない、どうしたらいい、だから難しいですよ。だからねこれはね、渡辺さん今日はずっとうなってますけど、だからなかなかやっぱこうプライベートなね、うん、問題でもあるし、うん、例えばそのお年寄りが一人暮らしをしていて、うん、まあそこにコンコンとノックしていってですね、うん、たまには一緒にお茶でも飲みませんかとかと言ってもですね、余計なお世話だ、そう、俺はもう一人でいいんだ、私は一人でいいんだとね、それは思ってるかもしれない、思ってなくてもそうやって言っちゃうかもしれないし、で、例えばじゃあご家族はどうしてるのとかっても聞けないじゃないですか、何家族同士なんかいろんなことがあるから、そんな勝手にあのねずかずかと踏み込むわけにもいかないし、じゃあ行政に何かできるんですかってなったとなると、できることもあるけども、やはりそこはいろんな、さっきの言ったこうプライバシーの問題もあるし、で政策的に、さっきの家賃補助とかね、そういうのはありかなと思うけども、だから誰かどっか行政なり、自治会なり何かどっか一つが頑張れば全て解決するってことは
なくて、やっぱそれぞれの、分野でできることは何か、行政は家賃補助やってみたらどうかと、自治会で言ったら、集会所で定期的にこれやったらどうかとか、NPO と協力したらどうだかと、まあ、そういうもう一つ一つの積み重ね、組み合わせですよね。なるほどね。あとはそれを全体をどうコーディネートするかっていう人はもちろんいるでしょうね。そこを行政がやるのか何がやるのかと分かんないんだけど、これ難しいですよ。そうね、そう、あのきっとガーディアンはこれを取材してイギリスの高齢化に、そう備えられるのかもしれませんが、あれね、今あるそのゲットだと言われてしまう団地のありようを変えるっていうことと別に、やっぱりこれから街づくりの中で多様性を維持するってことがすごく大事だなって、これ その多様性を維持する政策をちゃんと取らない結果って40年とか50年経って、ああ失敗したってことになるんだと思うんですけれども、もう作るところからね、そういうふうにしていかないといけないし、それとやっぱもうちょっとこう広い時間軸で考えると、こういったその団地にいるお年寄りもですね、その戦後の日本経済を支えて、集団就職で若い時から身を粉にして働いてですね、今の、この日本経済を頑張って牽引してきたわけですよね。それでところが、こう働くだけ働いて、でこんだけ頑張って底上げに、尽力していただいたのにですね、最後やはりこういう亡くなり方をするっていうのは、やっぱりね、なんとかなんないかなっていうのを若い人たちもですね、このおじいちゃんおばあちゃんたち一生懸命頑張ってくれたんだから、だからもうちょっとなんか日々忙しいけど、なんか土日の1時間でもいいか手伝うことあるかとかね、なんかそういうことだと思いますよ。そっか、なかなか探査報道としては付きまといもなく直撃もなく激しい部分がないですが、重要なテーマですね。まあ、やっぱ特に今はもう東京五輪に向けてね、こう東京中が、まあ人によるかもしれないけども、こう結構浮かれポンチキなところがあってですね、だけど1回目の東京五輪と全然違うぞってことですよ、その日本の社会状況は。そんなこの浮かれている場合かと、で東京五輪東京五輪って言っている、その東京で毎年500人の東京でとか東京の団地の中だけですよ、都営団地だけで毎年こんだけ500人の方が孤独死しているという、現状を直視して、いかないと、多分なんかこうガタガタっと毎年500人とどんどん増えていくと思うので、そっか、ね、ということで、これ実はまだ、まだまだ先に考えなければいけないことがあるので、そのうち、当事者の方の声も聞きつつ、そうですね、ぜひ、もうちょっと深めていきたいと思っています。またよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。日本外国特派員協会報道の自由推進賞受賞、早稲田クロニクル。探査報道の早稲田クロニクル。探査報道にはお金がいります。取材費、光熱費、食費など足りません。早稲田クロニクルに投資してください。一口1000円から。よろしくお願いします。詳しくはウェブで探査報道の早稲田クロニクル。